はい、こんにちは、吉田成正です。はい私の動画を見ていただいた方、コメントをいただいております。その方の返信を、動画でさせていただいております。はい。はい、9月24日、スーパースター0039さん、私のですね、サークル系、青森県産富士リンゴ水の動画に対してのコメントですね。僕も買いました。クソうまかったです。すっきりしてますよね、ということですね。クソうまかった。たというので一瞬まずかったのかなとか思ったんですが、まあ、スッキリしてますよねってコメントでですね、あ、美味しかったのかなというふうにね、伺います。そうですね、やっぱりね、夏場はね、こういうスッキリしてるのが非常にね、飲みやすいかなという感じですね。はい、続いて、出ました。3FEETY さんが、あなたを連絡先に追加しました。これがね、わかんないんです。飛ばします。はい、続いてですね。THEHY、ごめんなさいね。THEHAYATE0805さんですね。私のチキン、サークル系、焼き芋風味のロールケーキの動画のコメントですね。チキンナンバーの後にロールケーキってきつくないですか？きつくないです。はい、続いて。SAM6201 さん、私のですね、僕の夕飯厚切りベーコンと野菜炒めを見ていただいたコメントですね。めっちゃうまそうですね。うまいですよ、厚切りベーコンね。うまいですね。あ、同じ方ですね。SAM6201 さん、お、この方続いてますね。はい、私のですね、アコードよ8年間ありがとう前編に対してのコメントですね。思い出いっぱいということで、そうなんですよね。はい。この前にですね、アコードの前にはですね、ユーノスロードスターというのは赤いですね、オープンカーに乗っておりまして、それ何年乗ったかな、それも結構乗ってましたね。何年かな、うん、乗ってましたね。はい。まあ、結局ですね、そのオープンカーはですね、オープンカー仕様にすることなく、一度もですね、このカブリオレっていうんですかね、この、シートというかですね、まあ、オープンの部分をですね、オープンにすることなく、終わってしまいましたね。まあ、残念な。なんでオープンカー買ったんだっていうぐらいのね、残念なお話でございますけどもね。はい。続いて。同じくですね、SAM6201 さん、自由空間焼肉ライスバーガーを見ていただいたコメントですね。食いたくなってきた、ジュルリと。ジュルリがカタカナで、これがまあね、いろんな表現がありますけども、はい、焼肉ライスバーガーうまかったですね。なかなか侮れない、インターネットカフェのメニューという感じですね。続いて同じくですね、SAM6201 さん、ファミリーマット焼きチーズ豚カルビチューに対してのコメントですね。こういうのがセブンイレブンにあればな。確かにね、うん、セブンイレブンさんにあればですね、まあ申し訳ないけど、ファミリーマットさんのね、お米とか、具材とかですね、おかず類よりはまあちょっとね、美味しいかなというね、予測が立つので、こういったものがまたセブンイレブンさんにあればね、非常に魅力ある商品になるかなというふうには思いますよね。焼きチーズ豚カルビチュー、ネギ塩豚カルビチューってのありますよね、セブンイレブンさん。そこにチーズをかけると、自作ということでやってみたらどうでしょうかね。はい、続いて AAKKJSO さんですね。はい、サークル系なるほどチキンナンバーベッドに対してのコメントですね。うまそうということで、まあ短いコメントですけれどもね、非常に美味しかったですね。ありがとうございます。はい、続いて、あ、よくいただきます、ありがとうございます。謎見しせいさんですね。サークル系 LB のアップルティーに対してのコメントですね。
紅茶はサンドイッチに合うんだよ。サークル系ではよくサンドイッチと一緒に紅茶買ってまーす。ということですね。なるほど。まあ、それぞれですね、ご自分の自宅の近いコンビニをね、利用するのかなというふうに思います。あるいはですね、ご自分の会社の帰りの動線上、あるいは、通学、行き帰りのですね、やっぱり動線上ですね、のコンビニをよくね、皆さんお使いになるかなと思います。私の家の一番近くはミニストップさんでございますね。ですから、やっぱりよく使いますよね。使いますというか、使わせていただいてますね。はい。ありがとうございます。ということで、またコメントをいただいたらですね、お返事をさせていただきたいと思っております。これからもよろしくお願いします。では失礼します。